久保さん、今回は、僕はお金に困ってますにしましょうか。なんかね、さっき質問来てちょっと対応してたんですけど、なんか Facebook で、その、お金に興味ある人を集めた、集めるためどうすればいいですかみたいな。みんなお金に困ってんじゃないかなみたいなね。<laughs> 多分、久保さんもお金に困ってますよね。でどう、どう思いますうん。多分ね、困、まあ、その、困ってるレベルがあると思うんですけども、 まあ、久保さんが総資産、今、直近げん、現ンダ玉で銀行口座に5億あります ?10 億あります現玉で。多分まだ現玉で10億くらい、多分ないと思うんですよね。まあ、あったらすいません。まあ、その、資産、ね、暗号資産になってるか分かんないですけども。 でもその暗号資産を転換するとまあ税金もかかるし、その税抜きでですよ、税抜きでまあ5億、10億ちゃんとあるかどうかっていうところで、多分まだうくぼさんないんじゃないかなと思うんですよね。まあ資産的にはあるかもしれないですけどね、まあ、転換すれば。でも転換したらまた税金かかるしって話で。そう。なんだろうな。 まあその人のね、どこ、多分あんま決めてる人いないと思うんですけど、自分がお金稼ぎたいって言ってる人の中で、ゴールどこなのっていう、どれぐらいお金最終、最終着地点どこなのってあんま決めてる人もいないかもしれないですけど、まあ、僕は5億なんですよ。とにかく、税抜きで、現ン玉で5億、あの銀行口座にあれば、もういいかなっていうとこなんですね。だからそこまでまだ行ってないので、僕はまだお金に困ってるんですよ。うんであとはなんだろうな。 一般的にも、まあね、老後のこととかも考えたりとかね、今後のことを考えると、まあ、みんな不安になるわけじゃないですか。なんで不安になるのかっていうと、老後,の老後までのお金がないってことですよね。じゃあ、その30年後、40年後分、40年分何もしなくても飯は食えるっていうお金がないから、多分不安があると思うんですよ。 うん、だって今生きていかないといけないわけですから、もう明日死ぬかもわかんないですけど、明日死なない可能性もあるし、生き続ける可能性もあるし、あの、ね、たよくある話です。よくあるかないかわかんないですけど、あの、アファークみたいなね。がん保険に入ってて本当によかったですみたいなね。仮にがん保険に入ってなくて癌ンなんかかかったらめっちゃ金かかるじゃないですか。って話で。 まあ今はないけども、もう想定したらいっぱい出てきますよね。ほんと考えれば考えるほど、がん以外にもいろんな病気ってあるんで、じゃそれにかかったら、めちゃめちゃお金かかるわけじゃないですか。っていうことも考え出したら、もういくらあっても足んないですよね、多分んね。<laughs> だからお金の不安って僕消えないと思うんですよね。誰もがお金、あのー、に興味あるというか、ただそれを表に出してないだけだって、大した。うーん、そう。 真相心理はお金に興味あるし、全くお金に興味ないっていう人は、あんまいないと思いますよ。じゃあ、あの、お金がないとこで生活すれば、みたいな。まあ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 、なんだろうな、ちょっと違うか。うん。そう。お金に興味なくても、お金を稼ぐ、売り上げを作るっていうことは絶対するはずなんで。だって生きていく上で必要だから。うん。で本当にその、そ、それが嫌で、お金にも興味なくて、うん、なんだろうな。 この日本にも別に未練もないし、別にその、なんだろうな、自給自足してもいいよと。お金に興味ない自給自足してもいいよってことだったら、多分無人と言ってると思いますし。うん。そう。だお金の悩みって消えないと思うんですよね。で、そこの、その上で、お金を何に使うかっていうとこですよ。うん。僕はその、久保さんも言ってましたけども、まあ仮想通貨1ミリも買わないし、 買ってないし、まあこれからは考え方が変わって買うかもしれないですよ。でも余剰資金ができない限り買わないですから。うん。そう。まあ消えてもなくなっても屁でもない1000万とかできたらやりますね。消えてももう何も思わない。もうなんかもう、もはや言葉は悪いですけど、1000万がなくなったとしても別にゴミですと。何の痛くもかゆくも、だからかですよね。ペッシーみたいな。ちょっとかゆい、まあちょっとかゆくなるけども。<laughs> <laughs> まあ、その、その程度ですよね。一千万なくなっても、ちょっとかいいな、みたいな。ちょっとかいいな、ぐらいのレベルになったらやります。でも、そのレベルにならない、そのレベルにならない限り、やらないですね。うん。うだ、絶対やらないっていう。だって、リスクがあるんで。うん。確かに、痛くもかゆくも、余剰資金だから痛くもかゆくもないんだけど、気持ち的に嫌ですよね。亡くなるのは。 もうなくなる前提で考えてるんで、僕は、うん。だって、不確定要素なんで、絶対はないんで、ぜあの投資において絶対はないですからね。うん。だから、なくなる可能性があるんであるならば、なくなる可能性の方を最大値化するっていう。でも、多くの人は希望を最大値化するので、きっとこれは上がるとかね、きっとこれは上昇するみたいな、希望,希望値を最大化するんですよ。僕はもう最悪を最大化するので、なやらないですね。 で、なんか愚直にそのリスクがないコンテンツビジネス、情報ビジネスを、これリスク全くないですから。別に YouTube いくら発信しても固定費ゼロだし、自分の商品いくら販売しても無在庫だし、うん、利益率100%だし、だからずっとこれをやりますね。うんそこはブレないですね。だから希望よりリスクを最大値化するっていう。 多分仮想通貨で失敗する人は多分希望を最大値化してると思います。勝手に妄想を膨らませて <laughs>。で、失敗するっていうね。うん。だから、その成功する方法も大事なんだけどもし、いかに失敗しないかを考えるっていうのも大事だと思いますよ。いかに失敗を回避していくのかっていう。でもそれは、僕はなんでこういう考え方にな慣れたのかっていうと、やっぱね、反面教師ですね。 もうありまあ、それはやっぱ情報発信してるんで、いろんなお客さんの悩みもらって、そこに対してアンサーしていくので、それが良かったなと思いますね。だっていろんな、だって、ただでね、情報発信するじゃないですか、ただでお客さんの悩み聞けるんですよ。お客さんのし、こうやったら失敗するっていう事例をどれだけ聞いてきたことか、あと周りも見てきましたけども、これありがたいですよね。あの、こあこうやったら失敗するんだみたいな、こうやったらうまく、お客さんみたいにうまくいかないんだみたいな。<laughs> こただで反面教師なんですけど、ありがたいですよね。だから僕はお客さんにならないっていうね。<laughs> そう。これ結構ね、情報発信のいいとこですね。めちゃめちゃ多くの悩み、失敗パターン、うまくいかない思考を見れるっていう。まあそこに対してその、なんだ、返していくっていうのは、まあ、 ずっっと返していくっていいくうのは、ね、精神的なそのちょっと太くないときつい部分あるとは思いますけどでも考え方を変えるとめちゃめちゃその成功のエッセンスですよだから要は成功するための1%を探すよりかはあの失敗しない99%を探すした方がまあほぼ確実っていう成功するための1%を探すよりかはししこうやったら失敗するよねっていう99%に の、こうやったら失敗するっていうのをし知っとけば、ね、まあその残り1%はうまくいくんで、それをやらなければ少なくても失敗しないし <laughs> だこ。この考え方がね、僕結構ね、大事だと思うんですよね。うん。そう。で、プラスそこ,そこもべんそこも学ぶし、1%も学ぶっていう。だ1%も学ぶし、この99%の失敗する方法も学ぶっていう。だから結局100%なんですよ。 僕は思いますけどね。1%も勉強するし、99%の失敗も学ぶっていう。考察したら失敗するっていう。こう結構ガチガチだと思うんですけどね。いかがでしょうか、久保さん。結構ガチ、ガチガチじゃないですか、これ。うん。まあ、とにかく、とにかくリスクがないことを徹するっていう。とにかくリスクがない。0円でできることに徹するっていう。うん。これはね、僕の結構肝ですね。 であとは、もちろん0円でできるんでリスクはあるんですよ。例えば YouTube の赤番っていうのもあるじゃないですか。でもそこのリスク回避としてはリストマーケティングを僕はしてるので、結局僕がビジネスやってるのは、その獲得したリストに対して商品を売ってるので、YouTube が赤番食らったとしてもリストは残るわけですよ。だからもう一回別に始められてそこ、結局そこに売ってるので、まあ、新しい YouTube チャンネル始めましたってやればいいだけなんです、そんなのは。 まあ残念な気持ちになりますけどね。こんだけ動画とアップしたんで。<laughs> 久保さんも思い出もあるだろうし、さすがにちょっと残念な気持ちになるじゃないですか。赤バン食らったら今の。<laughs> だけどまあビジネスはできますよね。リストがあれば。だからそこのリスク回避もしてますから。うん。だからまあ無料を使って集客してリストマーケティングしていくっていうのが僕はもう究極だとは思いますね。うん。うだから結局その、 僕は自分で稼いでいかないといけないんですけども、お客さんっていうのはほとんどサラリーマンやってるんですよ。まあ、収入が少なかったとしても、僕より安定的にお金が入ってるんですよ。例えば、一人の顧客リストを獲得した場合、そのお客さんっていうのは毎月10万でも20万でも手取りでお給料が毎月振り込まれてるわけですよ。じゃこれが、なんだ、一人、二人、3人、4人、10人、100人とか200人とかいるじゃないですか、1000人とか。そしたらその 顧客リストの銀行口座には毎月お金が入ってるんですよじゃあ、それトータブルボリュームね。じゃあ、例えば20万が振り込まれます。でも、使えるお金が3万だったとしても、その3万かける1000人でいくらですかお小遣い3万だと仮定するじゃないですか。1000人だといくらだ ?3 万かける300 3, 000, 3、3000、万かける1000。 1>, 1、10、100、1000万、10万、100万、3000万ですね。3000万。<laughs> じゃあ、その3000万あるわけですよ、もはや。もう、もう架空じゃなくて、もう間違いなく銀行口座に3000万あるわけですよ。お小遣い、3万だとか、仮定した場合にね使えるお、顧客が使えるお金をトータル的に換算すると3000万なんですよ。で、この3000万をどうこっちにシフトするかだけなんで、それは価値を提供して、価値と交換すればいいだけなんで。 だから自分が稼いでなくてもお客さんの銀行口座には毎月入ってると <laughs>。っていうこの考え方ですね。だ3000万です。ただ、この3000万っていうのは今のところは僕の銀行口座に入ってないけど、今のところは僕の銀行口座に入ってないけども、あのその価値をしっかり提供して信頼関係を構築すれば移動できるよって話なんですね。うん。これ結構ね、あの、ちょっと上級の考え方なんですけどね <laughs>。 まあちょっと理解できる人はあんまりいないかもしれないですけど。はい。だからまあ顧客資産ですね。でも顧客資産が一番いいんじゃないですか。だって給料安定的に入ってるんで <laughs>。じゃあその使えるお金が1万円でもいいじゃないですか。お小遣い1万円の使えるお金が1万円しかないですっていう人でも、なんだ、それ1万人ぐらい集めればいくらですかって話になるじゃないですか。まああとはそこをどう移行させるかだけなんで。うん。はい。 まあちょっと理解難しいですかね、いってらっしゃい。